はい、どうも、64回です。始めます。イルカはなぜ早く泳げるのか。イルカの皮膚はツルツル、かつゴムのように柔らかい。そして、皮膚にシワを作ることで、水圧を吸収するクッションの役割を示し。そして、なおかつ、イルカの皮膚は2時間に1回という非常に速いペースで生まれ変わる。そして、イルカの体は、流線形であり、非常に泳ぎに適した形になっている。これらが重なることで、非常に速いスピードで泳ぐことができる。水の抵抗は空気の抵抗の800倍なのにもかかわらず、実はイルカの時速は平均 35km。 しかしイルカの持っている筋肉量、イルカの体の形、水圧を吸収する皮膚でもこの速さにたどり着けないとイギリスの生物研究者グレイは見出しました。なぜ速く泳げるのかが謎であり、これはグレイのパラドックスと呼ばれています。以上。